はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。5月4日、NHK スクランブルデモ in 渋谷を開催いたします。よろしくご参集ください。よろしくお願いいたします。攻め込まれない点で最強。しかも安いし。と、結論が出ている核兵器なんですけれども、山口那津男公明党代表。長いね、10年以上代表をやってんのかな。だいぶ白髪になってきましたけれども、核共有は日本の外交姿勢の信頼性を損なう。核兵器のない世界を目指してリーダーシップを取るべきだ。などと発言しておりました。核共有は日本の外交姿勢の信頼性を損なう。何言ってんの？核を持てば、日本は信頼を失うと言いたいんでしょうか？ネットの反応です。黙れスパイ。スパイなのかな？スパイだろうな。この発言でお前らが信頼を失ってるんだが、中国に侵略されたら宗教の自由なんかなくなるんだぞ。損なうって誰からの信頼だ。核持てば中国から侵略されないんだろうが、公明党が信頼とか口にするな。これなんか前科あんのかね。信頼を損なうようなことばっかりやってんですかね。中国からの信頼損なうって正直に言え。人民軍を呼び込みたいんだろ。自国の防衛できない方が信頼を失う。牙出してきたな。焦ってるね。焦ってんね。公明党ね。牙出してきたね。中国にごますりたくて必死。日本人の命より信頼の方が大事っていうのか。安倍政権の時ですね、9条を変えるなら連立解消だ、なんつって、安倍総理を脅したみたいですね。焦ってるね、公明党なんだか。試験なんですけど、日本は核兵器のない世界を目指して、リーダーシップを取るべきとか言っちゃってますね。何言ってんだよ。どうやってやるんだ。共産党も変なこと言ってましたよ。9条の精神を生かした外交で平和を目指すべきとか言って、似てるでしょ。なんか。似てますよね。具体策を言わないとこもそっくり。あとですね、どうやってやんだとか、共産党は特に9条を生かした外交の定義も明らかにしてませんよね。それって一体どういうものなのっていう説明すらしていない。まあ思いつかないんでしょうけどね。具体策を示さず、そればっか言ってても、説得力皆無ですね。信者以外は。信者は何言っても騙されるからね。鵜呑みにすっからね。それが信者っていうものでして。日本が世界の核兵器廃絶目指すんだったら、本気で目指すんだったら、核兵器がへみていに思える兵器作って、保有国を脅すしかないですね。核兵器を、放棄しろ。核兵器がへみたいに思える、例えば反重力爆弾であるとか、そういうようなね、SF の世界、地球破壊爆弾、なんていうのはドラえもんが持ってましたけれども、そんなの開発してですね、脅すしかないですね。それやろうぜ。核兵器を超える兵器を開発しようぜ。って言い出したら、きっと大反対するんでしょうね。公明も共産もね。追加の事情なんですけれども、公明党はなぜそんなに売国なのか。核兵器嫌がるのか。9条を変えさせたくないのか。これまあ、端的にスッキリ言っちゃうと、中国共産党にごまをするためなんですけどね。創価学会は日本人の命より中国市場、人民市場に興味がありまして、創価学会のホームページの世界の創価学会によれば、日本人以外の信者はですね、アジア、オセアニアに191万人、北米に 35.2 万人、中南米に 32.5 万人、欧州に 16.2 万人、中東アフリカに 5.1 万人と。これ、どこまで本当な数字かわかんないですけど、左翼同様、10倍盛りしてるかもしんないんですけどね。まあまあ濃いような説明の図もありました。アジア地域でホームページ、支部のホームページがある国は、インド、香港、シンガポール、台湾、韓国、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアで、中国本土にはホームページがありませんでした。まあ、中国本土で活動できれば、信者の数見込めますね。なんつったって人民の数だけは多いから。しかもね、創価学会に騙されるような頭悪いのも多いでしょ、きっと。中国共産党に公認されることは、まあ、創価学会の悲願であるなぁ。公認されて、中国本土で大々的に布教、騙し活動したいなぁ。中国共産党の支配に属したですね、香港支部。香港も中国共産党に占領されちゃったでしょ。一国二制度なんつうの、破ってね。香港支部、今は昔と変わらず活動できているようなんですけど、いつね、活動禁止だって言われるか、ドギドギしてるでしょうね。中国共産党に香港支部活動禁止の明日から。で、いつ言われるか。さらに台湾支部から中国共産党に通じてる人間も数多いのではないか。台湾支部、盛大ですね、なんだかね、創価学会のホームページ。台湾支部は、台湾支部で、中共に台湾を売り渡す工作してんじゃねえの？日本本部が、中共に日本売り渡す工作してますよね。ゴマ吸って期限取って、香港支部潰されないように必死ですよね。中国本土であわよくば、大々的に活動したいですよね。これらが、創価学会と公明党が中国共産党の起源を損ねたくない理由であります。奴らはね、日本人の命より学会の勢力拡大が優先ってことで、日本より学会だね。国家あっての生命財産自由なのに、何言ってんのかな。何年拝んでもバカはバカって感じでしょうかね。日本が滅びてもですね、中国国内で信者が生き残ればいいぐらい思ってんじゃないでしょうか。共産党以上あるいは同等の敗北主義者、外観誘致主義者、それが創価学会と公明党であります。テレビ番組で、小野寺元防衛大臣、野党は憲法9条さえ守ってれば安心だとずっと言ってきた。小池晃事務局長、9条があれば攻めてこないなんて言ってない。9条さえ守ってれば平和が訪れるなんて言ってない。小池晃がぶっちゃけました。言ってただろう、ずっと。ずっと言ってただろう。文書にも残ってんだろう。言ってたっぺ。嘘つき。まあ、共産主義者は嘘つきって相場も決まってるんですけどね。ネットなんです。じゃあ何のために唱えてたんだよ。平和のためじゃないとすると。日本を侵略しやすい国にするためだよ。中国はなんで先制攻撃されないのか答えろ。これもちろん核兵器持ってるからですよね。世界に誇るべき崇高で美しい9条。全部嘘だった。役に立たないなら破棄していいんじゃ。日本や日本人には何の得にもならん。9条を守りたい人は何が目的なんだ？答え、飯の種。党員のお題目みたいなもんでしょ。マントラっちゅうのかな。まあお題目だね。試験なんですけど、憲法9条さえ守ってれば平和が訪れるなんて言ってない。じゃあ、C 和夫が唱える9条を生かした外交ってのも全くの無駄じゃね。全く矛盾してない、これ。その場さえ、まあ、ごまかせればいいって考えてんでしょうけどね。騙して革命に成功すればですね、騙されたって、どうしてくれるんだって文句言うやつは、粛清すればいいって思ってから、どんな嘘でも、息吐くように、平気でつくのね。それが共産党、共産主義者、革命目指す連中です。優秀コピペのご紹介。日本人、じゃあウクライナみたいに武力侵攻されたらどうすんの？日本共産党、対話、対話、対話。だから、対話が通じねっきゃどうすればいいか聞いてんの。左翼、そうならないために政権交代、安倍やめろ、立憲、日本は戦争するぐらいなら抵抗せずに黙って新しい支配者を迎え入れよう、日本死ね、立憲共産令和社民、絶対核は持たせない、議論はもうさせない、9条最高、日本死ねと。このように全く話が通じないんで、話すだけ無駄ですね。一般人騙すことしか考えてねえから、革命を成功するため、イコール自分たちが権力を持って好き放題やりたいというですね、暗い浅ましい情念が彼らを突き動かしている、原動力でありますね。見かけたらその場から離れましょうね。下手に言い合いなんかすると、話は通じねえわ、球状ナイフで刺されるわ、表現の自由タックルで骨盤骨折刺されるわ、ろくなことありませんのでね、代々木の共産党本部は監視カメラびっしり、戸締まり厳重、壁も厚いしドアも特別性、暴力革命に備えて武器も多数、ロケットランチャーぐらいあっかもしんねえなーって思っております。ロシア、日本の外交官8名を追放、ウクライナ巡り報復措置。前にね、日本政府がロシアの外交官、スパイ活動をメインにやってた肩書きが武官ってやつ8人を追放した報復措置でしょうか。松野官房長官記者会見。日ロ関係をこのような状態に追いやった責任は全面的にロシアにより、通告は断じて受け入れられない。なんつってますけど、引き上げてきたらいいんじゃねえの？ひどいじゃないかーってボーって言いながら、ネットなんです。脱出成功。やったぜ。さごい。さぞ。居心地悪かっただろうな。お疲れさん。なんとなく人数合わせとる。人数合わせてくるプロレス感。とっくに帰国したと思っていた。全員追放でよくね？まあ、ロシアにいる日本大使館、全員追放してくれよっていう話ね。在ロ法人も帰れるうちに帰っとけよ。報復措置にしてはだいぶ遅いな。そういえば日本の一般人で、今まさに現在ロシアにいるってやつは、どういう立場の人間で何考えてんだろうね。恐ろしい。試験ですけど、外交相互主義をきっちり守って8人追放で笑っちゃいました。基本雑なくせに変なとこだけ律儀やな。全員追い出して断交宣言してもいいからな、日本に対してな。北方領土盗んでてですね、北海道は我が国領土とか言ってるし、帝国の敵だろうしやね。そもそもそんな国って国交あんのがおかしいんだわ。最初から、初めから。なんで双方に外交官をおいでんで、日本になんでロシア大使館があんで、ロシアの日本大使館はこっちから撤収して引き上げてきて、ロシア大使館もね、全員出てけっつってですね、なんかどうしてもしなくちゃいけない話だったら、リモートでいいじゃんって言えばいいんじゃないの？それでロシアがどう出てくか見ててもいいんじゃないでしょうか。そのぐらい強気に言ってもいいんじゃないでしょうか。敵なんだからさ。というわけで5月4日の NHK スクランブルでもよろしくお願いします。デトックスジャパン。